はい、始まりました。本日なんですけど、今日も持ち物を見直して手放していきます。この動画を最後まで見れば、自分の家にある不要品に気づけるかもしれません。私の家も荒れ手放せるわ。そういう考えがあったか、そうだったのか、そういうことにも気づけると思いますんで、最後までご覧ください。それでは早速始めていきます。レッツーいってらっしゃい。どうぞ。早速始めていきます。やっちゃいます。いくよ。まずはこちら。こちら何かというと、前髪ウィッグですね。前髪パッツンで出かけたい気分の時につけています。そんな気分ねえよ、そんな気分ねえよ。ミニほうきです。さっさ、こうやってケースに取り付けて、こうして立てておくことによって真っ白な廊下に存在感なく置いておけると思って購入しました。そしてこれで玄関を掃除しようとしていました。玄関の範囲も狭いし、いけるかと思ってた。やりづらん、腰痛い。こう前に買っていたんだけど、ただこうやって数ヶ月置いていただけ、ごめんなさい。小型化されていて、それでも十分じゃん。そういうものが好きなんですけどね、ちょっとこれは無理だった。前にも少し登場しましたが、僕はこちらのほうきを使って玄関を掃除しています。結局これが使いやすい、腰痛くない。ババアかん。どっちかっていうとジジイっていうか、ほうきださ、さ、ほうきださ。ダサくないもん、かっこいいもん。ほうきなんて青ければ青いほどかっこいいからね。そんなルールねえよ。とにかくこちら使うところも考えましたけど、これでも使えそうにないので手放していきます。反省しらん。はい、すいません。皆さんもお掃除グッズを見直してみると、案外いらないものあるかもしれませんよ。これから年末に向けて大掃除をする方もいると思うので、なかなか手放しづらいとは思いますが、ぜひ掃除グッズを買いすぎることだけは注意していきましょう。大掃除も年末追い込まれてからやるよりも今からやった方がいいよ。あ、何、追い込まれないとできないタイプ？テスト勉強もギリギリになってからやるタイプでしょう。お前だ。いや、そうです、僕です。どうせやらないといけないなら計画的にやっていきましょう。はいはい。それからこちら。こちら何かというと、はい、こちら先日事故に遭ってしまいまして、首をやっちゃったんですよね。コルセットです。違うだろ。本当にそういう方いたらすいません。もちろんヘアバンドです。来たの。汚いズン、バチンズン。汚くないから、洗いましたから。っていうか全体的にいい匂いだから、想像して想像して。あ、キモいズン。嫌いにならないで。こちらイオンモールに入っていたドット ST 系列のラコレっていうお店で買ったんですよね。これ本当に良くてめちゃくちゃ使ったんですよね。部屋の中にいる時、前髪上がってると楽だからね。ウォーキングする時なんかにもつけていました。だからこれちょっとボロくなってきてしまいました。汚かったね、臭かったね、ごめんね。来たの。汚くないから。ゴムも伸びてちょっと緩くなっています。こちら手放していきます。もしかしたら買い直すかも。ぜひ皆さんもこういう肌に触れるもの、ヘアバンドやメイクで使うようなもの、パフパフ、そういう肌に触れるもの、結構汚れたまま使っていませんか。パフ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 、くさ、そういうことになっていませんか。人によってそのものの金額によってどれぐらいを限界と定めるかは人それぞれですけど、ぜひ一度見直してみましょう。最近僕ちょっとびっくりしたんだけど、黒って汚れないし最強と思っていたけど、長く使っていると案外黒は黒でも色褪せてたりするんだよね。びっくり。ちょっと怖い。黒もダメか。また病気が出ちゃう。何を着ればいいの。皆さんももしかしたら買い替え時のものがあるかもしれません。ぜひ一度チェックしてみてください。はい、次。はい、それからこちら。これは一目瞭然だよね。こちら2021年に流行る帽子ですね。違うぞ。どう見てもコップ、真空ダーネスタンブラー。皆さんこういうの使ってますか。最高ですよね。こちらはフランフランのものなんですけど、結構前から使っているもので、裏もかなり傷がついているし、ちょっとへこんでたりもするんですよね。細かい傷は結構あります。あんまり出かけない僕にとっては、本当にこれはいつも身近にあるし、使う頻度なんてめっちゃ高いんですよね。相棒だぞ、水谷豊。最近ちょっと気になることもあって、飲み物を寝る場所の近くに置いておきたいんだけど、これだと普通に上が空いてるから、そのまま置いとくと、ホコリなんかが入らないかなって心配なんだよね。心配しょ。でもホコリ飲んでたら嫌じゃん。みんなホコリ飲む？飲むわけねえだろ。だからちょっと蓋がついているものなんかが気になるんですよね。保温性も高いのかな？教えて教えて教えて。なんだそれ？すいません。こちら長い間帽子として使ったけど、手放します。違うだろ。こちら買い替えたいと思います。僕結構思うんですけど、食器って手放しづらいですよね。というか手放すタイミングなくないですか？お皿が割れるパリン、箸が折れるバキン、そういった時にしかなかなか買えませんよね。もしかしたらちょっと欠けているものとかあるかもしれません。マグカップの中が色素沈着していることってありますよね。めちゃ茶色。やはり使う頻度が高いものは劣化しやすいです。ぜひチェックしていきましょう。長い間愛用していましたが手放します。ありがとね。うん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 。
何も聞こえねえよ。悲しいな。おーい、来た。はい、今日もこの時間がやってきてしまいました。ミニマリストが手放すものもあと一つとなりました。早速発表に移ります。最後に手放すものいきますよ。こちら、額縁です。はい、こちらです。こちらの額縁、まだ中に入っていますよね。こちら何が入っているかというと、僕が美容専門学校に行ってから今までに獲得した賞状がこの中に入っています。20枚ぐらい入っています。嘘つけんやん。ごめん、持った嫌いにならないで。それをこの額縁に入れていました。1枚もサイズ合ってない。きっとこの額縁が先にあって、あ、そこいいじゃん、そうやって入れていたんですよね。作戦バカバカバカ。さすがにこの中の症状は取っておきますけど、この収納方法はやめる。こういったものにしまっておけばシワにならずにいいかなと思ったんだけど、めっちゃシワになっとるやないかい。話が違う。皆さんは症状とかどうしてますか？思い出とはまた違って処分には困りますよね。処分しなくてもいいのかもしれないけど、いつまで持ってるんでしょうね。代々受け継ぐ。さっきの中に入っていたけど、こういう賞金が入ってた袋も持っていたままだった。ばあちゃんが開店祝いをくれた袋とかは取っておいてるけどね。あ、好感度あげんな。それは取っときます。とにかくこちらの額縁は手放していきます。はい、これでおしまい。はい、それでは今日手放すもの一気見せ。それがこちら。今日はこちらを手放すことができます。はい、前髪ウィッグ違うぞ。はい、ミニホウキ全然使わなかった、買い物気をつけます。はい、こちらヘアバンドめちゃめちゃ使った、ウォーキングでも使った。いきなり雨が降ってきた時もあったね。あん時はお互いびしょ濡れになったね。私はいつもびしょ濡れだよ。汗かいてごめん、人間だから。こちら長い間愛用したけど手放します。もしかしたら買い替えます。真空断熱タンブラー、こちらも長い間使った、傷つけちゃってごめんね、へこませちゃってごめんね、長い間ありがとう、お疲れ様。はい、こちらの額縁、あんまりエピソードないけど額縁、こちらも手放す。一応お疲れ様。はい、今日も手放せました。すっきりしました。はい、いかがだったでしょうか。今日も持ち物を手放していきました。今日思ったこと、ヘアバンドや真空タンブラーは僕がよく使っていた愛用品、使用頻度が高いので劣化も激しいです。でもそれはしょうがないこと、いつか手放す時が来る。僕はそういう時には本当に心からありがとう、お疲れ様、そういった言葉が出てきます。僕がそのものを使った日々は自分の中に必ず残っていると信じて潔くお別れをしました。寂しいというよりはありがとうという気持ちが強いです。今日の動画が参考になったよ、私も片付けるモチベーションが上がったので持ち物を見直してみますと少しでも思っていただけたら、グッドボタンで教えてください。いつも評価ありがとうございます。これからもぜひ見てほしいので、チャンネル登録のボタンをポチッとよろしくお願いします。それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。イエーイ。